後ほどこちらからお電話しますみなさんこんにちは今日はビジネスで役立つきれいな日本語を練習します目上の人や初めて会う人と話す時もぜひ使ってみてください今日はちょっと喉の調子が悪いんですが頑張ります皆さんが 自分自身の行動について話すときの言い方です。つまり、主語は私です。の後をリピートしてください。1、案内します。ご案内します。ご案内します。2、使い方を説明します。使い方をご説明します。 使い方をご説明します。3。明日の予定を連絡します。明日の予定をご連絡します。明日の予定をご連絡します。4。用意します。ご用意します。ご用意します。5。

写真を撮りします。8. 荷物を送ります。荷物をお送りします。荷物をお送りします。9. 傘を貸します。傘をお貸しします。傘をお貸しします。10. タクシーを呼びます。タクシーをお呼びします。タクシーをお呼びします。では、次のように何々しましょうか。で文を作ってください。例えば、明日の会議の準備で忙しいです。私も手伝います。 私もお手伝いしましょうか。いいですか。一このオフィスに初めて来ました。オフィス、案内します。オフィスをご案内しましょうか。オフィスをご案内しましょうか。 にスマホは使ったことがないんですよ使い方説明します。使い方をご説明しましょうか使い方をご説明しましょうか3 明日の詳しい予定を知らないんですがメールでご連絡しましょうかメールでご連絡しましょうか4初めてヨガのクラスに参加するんですがヨガマットこちら。 ご用意ヨガマットはこちらでご用意しましょうかヨガマットはこちらでご用意しましょうか5スーツケースが2つあるんです 1> 1つ持ちます

パンフレットをお渡ししましょうか。七、富士山をバックに写真を撮りたいんですが、私が写真撮ります。私が写真をお撮りしましょうか。私が写真をお撮りしましょうか。 8. 荷物を送りたいんですが時間がないんです私荷物送ります。私が荷物をお送りしましょうか私が荷物をお送りしましょうか、9. あいにく傘を持ってきていません 傘貸します傘をお貸ししましょうか傘をお貸ししましょうか終電を逃しましたタクシー呼びます タクシーをお呼びしましょうか。タクシーをお呼びしましょうか。Repeat <after> me. 1>, 1. このペンをお借りしてもいいですか?。このペンをお借りしてもいいですか?。2. 明日のご都合はいかがですか明日のご都合はいかがですか ?3、よろしければ、伺いしがそちらへお伺いします。 今日のゲストをご紹介します。今日のゲストをご紹介します。5. 後ほどこちらからお電話します。後ほどこちらからお電話します。オフィスで ローラさんと係長の会話ですお忙しそうですねあ、ローラさん、そうなんです明日大きな会議があってその準備をしなくてはいけなくて何かお手伝いしましょうかえ、いいですか助かりますじゃあまず机をこの字に並べてくださいこの字 カカタカナのうみたいにいにと意味です。えっと英語で U シェイプっていうのかなあわかりましたあれ資料はどこだっけコピー室に置いたままだ私が取ってきましょうかいいかな悪いねあとプロジェクターのケーブルはどこだっけ 1, 1 何かお手伝いしましょうか。何かお手伝いしましょうか。2. 助かります。助かります。3. 机をこの字に並べてください。 机をこの字に並べてください四。4. 私が取ってきましょうか私が取ってきましょうかまずノーマルスピードを聞いてからその後ゆっくりスピードを影のようにシャドウイングしてください 明日、大きな会議があるので会議室の準備をお手伝いしました。明日、大きな会議があるので、会議室の準備をお手伝いしました。係長と一緒に机をこの字型に並べたり資料の準備をしたりしました。係長と一緒に机を,にをしし… この字型に並べたり資料の準備をしたりしました。それからプロジェクターをつなげなければなりませんでしたがケーブルを見つけるまで大変でした。それからプロジェクターをつなげなければなりませんでしたがケーブルを見つけるまで大変でした。 明日大きな会議があるので会議室の準備をお手伝いしました係長と一緒に机をコの字型に並べたり資料の準備をしたりしましたそれからプロジェクターをつなげなければなりませんでしたがケーブルを見つけるまで大変でした 今日はここまでです。楽しかったですね。ではまた。